い、ボードワークス鈴木さんです。こんにちは。こんにちは。さあ、今日はボードワーク社のラインナップ、スタンドアップのラインナップを紹介していただきます。それでは鈴木さん、まずラスティ。はい、今年から新しくラスティサーフボードのスタンドアップがボードを発売開始しました。これはうちだけじゃなくて、オフ・ザ・ウォールさんでも売ってますんで、よろしくお願いします。新型、これは一応98を展示してます。一番短くて、すごいアウトラインがとっても優しいというかですね、波乗りのしやすい板になってます。体重も日本人向けだと思いますんで、よろしくお願いします。そしてパドルサーフハワイ。はい、これも今年から新しくですね、ボードワークスのラインナップに加わりました。ボードワークス全体の工場でワールドワイドだとスタンドアップの生産がサーフボードよりも7364ぐらいでスタンドアップの方が多い会社となってしまいまして、スタンドアップにだいぶ本社の方が力入ってます。日本も頑張っていきます。よろしくお願いします。そして、C4 と、これはボードワークスオリジナル。さあ、ボードワークスオリジナル、オリジナルのスタンドアップパドルです。値段がとってもお安く、お求めやすくなってます。よろしくお願いします。レーサーをですね、これボードワークスオリジナルのレーサーで、今までレーサーというとどうしても27万円とか30万円してた板なんですけれど、オリジナルボードを出すことによって、これ19万8000円の消費税です。126の、本当もう距離を焦げる板です。よろしくお願いします。さあ、そしてパドル。はい、一つなんか、おすすめのやつ1個紹介してください。一つ、グラスファイバー、カーボン、ケブラー、そして2ピース、一番安い1万2000円とかいっぱいあるんですけど、要は C4 ウォーターマンのスタンドアップパドル今までずっとやってます。それにボードワークスからオリジナルのやつが何種類か出て、まあ、これが一番安い12,800円、1万2000円っていうのも出ました。そうですね、全体的に値段は安くなってます。さあ、お買い得で丈夫でよく進むパドルです。よろしくお願いします。さあ、以上で、ボードワークスジャパンの取り扱いスタンドアップサーフボードでした。ありがとうございました。すいません、よろしくお願いします。